時刻は午後7時を回りました。皆様いらっしゃいませ。週に一度小座の街に1時間だけオープンするすずカフェ。この番組は人々が集うカフェをコンセプトにおしゃべりを楽しむトーク番組です。お届けしますのはすずカフェの店主、沖縄のモデルタレント事務所カラーズに所属しておりますタレントの前代美鈴です。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。よろしくです。暑いからね、気をつけてね。見学もね、ちゃんと水分取ってね。ありがとうございます。さあ1週間ね、あ、もう2リットル持ってね、良い感じですさあ1週間皆さんいかがね、お過ごしだったでしょうかね。え、連日そう、もうずっと告知してる紅に芸があれるが今週末になりまして、もう連日深夜まで稽古になりまして、もうずっと寝不足でございます。私もともと9時間ぐらい寝るんですよ、いつも9時間ぐらいだからね、それが7時間とかなっちゃうとね、もう次の日眠い眠いって言ってる実はまあね、まあそんなこんなで今日のメールテーマはこれでございます。コンプレックス、あのね、ツイキャス見てる人とかさ、ギャラリーにいる人は知ってると思うけどさ、今日のお客様がさ、コンプレックスのかけらもないぐらい完璧美人なわけですよ。すごく美人。それでもまあ多分人にはいろいろな悩みがあると思いますので、のでラジオで喋る程度に話してもらおうかなと思いまして、まあ悩み共有とかさ、できたら仲良くなれた気するじゃん。ちょっと仲良くなろうかなと思ってまあそんなことで、ね、皆さんも自分の悩みやコンプレックス言える範囲で読まれる範囲で送ってきてください。もちろんメールテーマに全く関係しないメールでも構いません。メールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックス0989348653 0989348653までぜひぜひお寄せください。そして FM コザではユーストリームとツイキャスでネット配信もしております。コメントもお待ちしておりますよ。早速コメント来てます。あ、めぐさんだ、めぐみかんさん、みすずちゃん舞台ファイティンということでありがとうございます。今日いなかったな、寂しかったよめぐさんさあこの番組はモデルタレント事務所カラズの提供でお送りいたします。ここで今月のプッシュナンバーです。ナイスクラップでシーブリーズ。
しましたのはナイスクラップでシーブリーズでした。スカフェをお届けしていますのはマンシロミスズです。よろしくです。さあ本日のお客様ね、早く紹介しれってなってるでしょご紹介しましょう。沖縄でモデル役者として人気急上昇中、キャスティングオフィスサザンクロス所属、オヤリスちゃんです。よろしくお願いします。いや可愛いな。いやいやいや可愛いな。一応さん言わないで、なんで一応自己紹介しておきましょうか。はい、紹介に預かりましたサザンクロスに所属しております大谷アリスです、はい。現在モデル役者として活動しております、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。いやね、もう実際会うのは3回目ぐらい、そうですね、ぐらいなんですけど、ね、そこやってちゃんとお話しさせてもらうのは、まあ、初めてに等しいんですが、もうしっかりしてるよね。でもいくつに見えます、皆さん、ね、いくつに見えます皆さんめっちゃみんな苦笑いしてますけど、ね、24ミスズとミスズと同い年ぐらいに見えるよね。ミスズが今年24なので、なのででも実際は20歳ですね。ねえ、来年成人式ですね。今年20歳になりました。20歳今年、来年成人式で OPP のマリンとかと同い年。マリンちゃんと同い年ですね。マリンちゃんと同い年って言わない方がいいですかね。あれマリンはね、もうなんかね、ほらいい意味で童顔ですから、可愛らしい動画ですからね。とっても犬みたい、子犬みたいな顔してる。そう、可愛いよね。まあ、マリンの話は置いといて、さておき、まあアリスって名前がミスズにとっては羨ましすぎて。本当ですか？可愛くないですか？本名？本名なんですよ。ちゃんと漢字も全部本名で。はあ。そうなんですよ。なんですけどやっぱり恥ずかしさも。え、なんで？なんかね、私一個下の妹がいるんですけど、お店とかスーパーに行った時に大きい声でアリスって呼ばれると周りの人がパッて振るんですよね。そっか、今でもやっぱりアリスはすごく、なんだろう、珍しい名前なのかな。でも今増えてるよね。でも今増えてます、ね、一緒になんか、あ、この仕事してると、うん、なんか同じ名前の子とか結構今いますね。それはほら芸名とかだったり、そう、もう本名なのかな。本名の子もいます。へー、うんうん、あの不思議の国のアリスが好きなんですよ。私が。そうなんです、ね、そう、だから羨ましいなと思って子供にアリスってつけたいな。かっこいいですよね。ほらあれ、なんだろう、バイオハザードの主人公もアリスじゃないですか。はいはい、あの強い方ね。そう、ミラ・ジョボビッチね。かっこいいですよね。いやー、まあ、負けてませんけどね、アリスちゃんもね。あらあらあらなんでこんな美人に褒められるの。いやいやいや、私はこんなんですよ。みんな多分美人とか思ってないからさ。いやいや、もういなくなったし。思いますよね。アルファさん以外がなくなったしねね、でもいっぱいいらっしゃいますね。そうですね、ありがたいことにいつも来てくれますけれども、まあ初めて会ったのはなんかね、みんなでなんか写真撮りに行こうみたいな、そうですね、なんか感じのやつがありまして、うんうんうん、カメラマンさんと一緒に、うん、私とアリスちゃんが被写体で、あとね4人ぐらいいましたよね。そう、カメラマンさんが4人ぐらいいて、ブラブラーっと散歩しながらそう、最初の出会いがね、もうはってなったんですよ。スタイルと思って。いやいや、スタ足長、身長が何センチぐらい？身長私160しかないんですけど。え、そうなの？そうなんです。だけどヒール履くと結構やっぱり高くなるので皆さん騙されるんですよ。足が長いぞ。あ、多分もう言いたくないけど同じ身長なんですよ。え、そうなんですか？160ある、あ、160近くあるんですよ。え、みすずさんもっと大きいと思ってました。いや私64とか3ぐらいはあるんじゃないかと思ってて。いやそうなんですね。もうね、本当にツイキャス全身映したいほどのスタイルの持ち主。いや、やめてくださいよもうね、その、まあ、初めて会いに行った時も、まあほらね、自他ともに認める私、人見知りじゃないですか。あんまり喋れなくて、思いませんでした？でも私も人見知りで、そう、そう、初めてみすずさん、もう一人モデルさんいるからねって、うんうんうん、カメラマンさんの方から聞いてて、うんうんうん、でパッて行ったら、うん、すっごいオーラ放って貫禄のある女性が座ってたから貫禄て、24にして貫禄てそう、うね、24にして貫禄て言われたからすぐ下向きましたいやもうね、ただその人見知りを二人とも発揮し、 その時はあまり喋れず、うん、まあ、2回目に会った時もね、多分話せる状況じゃない感じでチラッとだけ、そうですね、チラッとだけで、そう3回目なんですけど、こんなになんだろう、
気さくな感じだとは思ってなかったです、正直。あ、本当ですか、うん、なんかね、水津さんのラジオたまに聞くんですけど恥ずかしいな、あのね、喋ってる感じすっごい近いんだろうな、うん、ね、どう性格が、ほう、なんだろう、ちょっとね、パサッとしてますよね待って、めっちゃいいように言ったね、パサッとしてる、パサッとしてますよね、多分ね、サバサバしてるとかじゃなくてパサッとしてるパサッとしてるって面白いなそう、でもあの2月ぐらいだったんですよね、その写真を撮りに行ったのが、うん、そうですね、その後から急にと言ったら失礼ですけれども、まあ、舞台とか、そうなんです、ね、もういろんなのに出始め、あ、これもアリスちゃん、これもアリスちゃんってなって記憶があるんですけどっていうことはあれですよね、お芝居を始めたのは、そうなんです、お芝居を4月から始めさせてもらって、まだ4ヶ月？そうなんです、まだ4ヶ月で来月までの公演で今4本目です、ね、4ヶ月で4本ですよ、お芝居を始めて4ヶ月でよそんなことあります？ちょっと今パタパタとしてますよ、いやーほんとね、みんな大好き、ありがたいことに、みんな大好きサテライトのにも出らっしゃるので、出らっしゃる、出演するので、はい、ね、まあそんな話もいろいろ聞いていこうかなと思いますけど、そう、その2月に会った後から急にね、アリスちゃんのことをツイッターやらなんやらで、まあ、フォローしてるっていうのもあるんですけど、いろいろ見るようになって、ほらなんかあるじゃん、なんかあの車欲しいなってなったらさ、もう街中で見る車が全部その車に見えるみたいな、そういう現象、わかる、そう、ラパン欲しいなって思ったら、あれ、あっちにもラパン、こっちにもラパンみたいな、あ、そんな感じ、ね、そう、アリスちゃんがもうほんとそんな感じで、あ、そうなんですか、こっちにもアリスちゃん、こっちにもアリスちゃんみたいな、あ、ありがたい、そんな感じなんですけど、もともとモデル、そうなんです、私サザンクロス自体には中学3年生、うん、そうなの、所属していて、うん、でずっとあの被写体とかモデルショーとかですね、うん、ブライダルショーとか、なのであまり表に出る、なるほどね、どちらかというとモデルもなんか裏方の仕事と言ったらあれですけど、自分の名前が出ることってあまりないじゃないですか、そうだね、なので、うんうんうん、ずっとモデルのお仕事をやってて、うんうんうん、今年の4月から役者で自分の名前でスパーッと今、なるほど、ね、はい、やっていってる感じですうわー、それね、最初出てきた時もうね、もうこんなにモデルさんなスタイルをして役者をお芝居までできたら最強だろうって思いますけどね、なんだろう、どんなきっかけで事務所に入ったんですか？きっかけが、うん、あの、まあ、さっきも登場した一個下の妹、うん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 、の同級生の子がいて、もしよかったらなんかオーディションがあるんだけど事務所に遊びに来てみないかって言ってくれて、まあ、じゃあ行きたいって言って、もともと私たちがこうやってモデルとかやりたいっていうのを知ってるので、なるほど、そうなんです、それで遊びに行ったのをきっかけに、うんうんうん、なんかいました、もう事務所にあれ所属みたいな、はい、気づいたら所属してるみたいな、はい、気づいたら毎週レッスン行ってますそんなパターンも、でも中学3年生までスカウトはされたんじゃない？いや、あ、でもスカウトもありましたけど、うん、なんだろう、東京の事務所さんだったり、あ、なるほどね、やっぱり親も心配して、ね、あんまりなんか、うんうんうん、なんだろう、積極的には行かせてもらえずっていうのもあり、うん、なるほどね、まあ、中学生はな、確かに東京には行かせられないよな、うん、そうですね、いやでもな、ミスズがアリスちゃんの親だったら行かすけどな、そうですか、いやで、こんな、これですよ、それは世に出さないといけないでしょ、いや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 、もうミスズさん褒めすぎだからもうね、もう本当に思ってるのでね、いやありがとうございますそう、みんなニコニコしてらっしゃる、みんなニコニコしてらっしゃる、そう、お芝居を始めたきっかけ、役者をやろうと思ったきっかけとかって何なんですか？そうですね、なんか私の、うん、この思いを伝えられる人になりたいなって思ってて、すごく、うん、あの言葉で伝えるのもあれだし、うん、なんか物で表現することとかもいろいろあると思うんですけど、もともと作るのが好きで、おう、作る、はい、で私作るのが好きということで、うん、ダンスをちょこっとだけやってたりとか、おうおうおう、あとはあの料理、料理とか、料理できる系女子、私あの高校が調理科出身で、うん、調理科の最強じゃないですかそう、それで、まあ、そこから一回就職してパティシエとかってやってたんですけど、うんうんうん、なんかやっぱり味とか見た目とかで表現するのもすごい楽しかったんですけど、うん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 、やっぱもっと違う形でせっかく若いんだし挑戦してみようと思って、うん、最強な行動力と若さを武器にこの世界へ飛び込んだってきたわけですね。飛び込んできましたそんな、そう、次が何本目だ？
次が3本目です。3本目の、まあ、舞台がまた今からやるやつで2本決まってるらしく、まあね、近くに出演するお芝居が決まってるそうで、どっちから告知する？そうですね、告知とか話していく、クリップから話していきましょうか。そう、巷で話題のクリップですよあのイケメンがたくさん出るという噂のクリップ、イケメンがね、うん、たくさん出るんですよね。どんな舞台なんですか？じゃあ青春群像劇となってます。青春群像劇ですね。青春群像劇、はい。なるほど。4人の、ね、うん、イケメンのメインキャストを、うん、まあ、主人公としてやってるんですけど、その中で一人一人の抱える心の、はい、悩みだったり葛藤だったりとかっていうのを音楽を通して、そう、はい、音楽劇なんですよね。そうなんですよ、音楽劇って新しいよね。ミュージカルとはまた違う。そうですね、またちょっと違う感じで、うんうんうん、また会場もね、ライブハウス持つ茶谷にある、そうなんですよね、ライブハウスでやるっていう新しい、うんうんうん、新しい感覚の音楽劇となっております、うんうん、クリープ、はい、8月の20日21日ですね。ほら、1日しか被ってないから。そうなんですね、私くれないすごい見に行きたかったんですけどもう1日前だからね、うん、見に行けないよね。そうなんですね、21日行けたら行きたいんだよ、クリープ。そう、クリープぜひぜひ。で、もう一個が、はい、もう一個がですね、9月の2日3日にあります、行くでしょ、どうせみんな行くんでしょ、はい、サテライト沖縄の腰抜け男ども、義理と人情は女が見せてやるという舞台に出ます。はい、あ、はい、3回公演。そうです、3回公演ありますので、うん、ぜひぜひ。アシビナー、アシビナーです ね。OBP のゆうこさんやマリンちゃん、はい、OBP って言っときゃ喜ぶそうなんですね。そう今年もね、1回目の公演にね、出させてもらったんですけど、私は。あ、ギフトですね。そう、ギフトに出させてもらったんですけど、その時はね、アクションはなかったんですけど、またパワーアップして、今度はね、アクションもあるんだよね。そうなんですよ、アクションがね、もうすごい怖くてそりゃね、折れそうだよね、アクションしたら。何を勘違いしたのかわからないんですけど、うん、演出の東さんいるじゃないですか。あ、ありますね、あの方が、なんか、すっごい私が動ける子だと勘違いされていてすっごい足技とかつけられてて、今一人でヒヒしてますそんなアリスちゃんのアクションにも注目、はい、っていうことですけど、注目してください。そんな見た目踊れるんだな、この子東さんな、東さんな東さん面白いよな。面白いですよね、人ね。なんだろう、もうなんだろう、いじられの宝庫みたいな。そうですよね、なんかね私演出の人であんないじられてる方初めて見ました、うん、もうね、本当なんか子犬みたいな、うん、なんかね、子犬ですか、あの方、コタヌキみたいなあの、C だよこんなね、公共の電波に乗っけてね言うのもなんですけれども、そう、特攻服、そうです、私特攻服着るんです、着るんでしょ、やばいよね特攻服は、やばいよね、着てみたい、着たことないんだよ、ミスズ、着たことないからね着たことない、あ、ないんですか、ないわ特攻服着てみたいな、どうだ、重い、あ、マリンタンね、ああ、マリンタンも特攻服着てね、紫のね、特攻服を着て。何色なんですか、ちなみに。私、青なんです。青か、青の特攻服着て、そう、それでね、うん、衣装合わせの時に着たんですけど、うんうんうん、一番似合ってるってキャストのみんなに言われていや、似合ってるだしょ、私そんなキャラじゃないよ、嘘だ、だからもうわあ、まあ、ゆうこさんとかもね、すごい、一番似合ってんじゃんみたいなそんな真顔で言わなくてもいいじゃないみたいな言うね、もうみんなにも会いたいですけどね。いいですね。特攻服って重いんですか。なんかね、多分衣装で作られてるので、うん、ちょっと軽めではあるんですけど、うん、暑い、あ、暑い、そんな生地してそう、なんか暑そう、動くので、そうだよね、しかも下旅っていうか、なんか、あ、分かります、あの、うん、分かる、こうエイサーとかでつけるこうってラジオでこうとか言うのもあれだけどなんか、あ、なんか手道みたいなそうですやつでしょ、はい、そうです、それでなんかこの金具かなんか、うん、ね、あのあるやつよね、折り返して入れるやつ、着物とかで着るやつ、ね、そうです、ね、あれが長くなって、ふくらはぎぐらいまであるやつで、もう風通すところがないんですよ、この、あそこで締め付けてるから、あら、暑いんだね、すごい暑いです、ふわ、倒れないようにだけは気をつけていただいて、ありがとうございます、まあ、そんな特攻服も注目のサテライト、どうせ見に行くでしょ待ってますよろしくお願いします、お願いします、まあね、アリスちゃんに
についてもいろいろ聞いていこうかなと思いますけれども、今までで、4本あら、なんか大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫じゃないなそんなことしちゃうラジオですけど大丈夫ですよ。そんな今までに演じた役とかで最も印象に残ってる役って何ですか？そうですね、私今まだ、終えた公演が2本なんですけど、1本目が5月にありました、海を越えた挑戦者たちインヘリット沖縄ですね、でまた2本目が7月にありました、こちらもインヘリット沖縄の永遠の1秒、永遠の1秒、あの永遠の1秒、そうです、あの永遠の1秒です。で、どんな感じの、ですね、永遠の1秒で私、現代っ子を演じさせてもらってそう、なんかね、すっごい携帯でガハガハ笑いながらなるほどね、そうそれはもう、ほらしてそうだからって思うじゃないですか、実際私電話も全然しないし、なんか現代語とかも全然わからなくて、すっごい調べました。なんか、なんだ、チョベリ、あ、違う、チョベリバは昔の言葉って言われた。チョベリバって、なんかマジメンディとか、メンディって何、めんどくさいってこと？マジめんどくさいとか、なんか全然意味のわからない言葉ばっかり出てきてほとんど覚えられてないんですけど、なんかすげえな、なんか、そうだよね、なんか流行ったっていうか、そういうのあったもんね、なんか激おこぷんぷん丸とかなんかありますよね。そういうことだよね。そうそう、いやー、 おばさんついていけないわそう、すっごいなんか若者言葉っていうかのを調べたりとか、20歳ですって言われてそれの4個上ですってなったらきついな。いや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 、おばさんだなって思うわ。全然ですよ。でもミスほらまだ制服とか履きたいかえ、あるんじゃないですか、役とかで。役だったらね、もうあれだよ、もう歩いてる時には着たくないよそれは断固として着たくないけどただのコスプレただのコスプレじゃないですかもうね、役だったら着たいよな。でもみすゞさんが着てたら許されますよね。許されるなんかね、もう許されるな。ほらほら、皆さん拍手喝采でどっちかって言ったら、あれやりたいですよ。なんですか？セーラー服と機関銃みたいなやつ。ああいうのやりたい。いいですね。ああいうのやりたい。見たい。誰か作ってそういう舞台を。はい、お願いします。逆に、これから本当にどんどん舞台とかに出ていくと思うんですけど、こんな役がやりたいな、みたいなのあるんですか？こんな役がやりたいか。どうなんだろう。もう性別さえ超えたいとか、男の子をやってみたいとか。それね、それもやってみたいんですけど、逆に普段できないような、とっても女子な感じのとかやってみたい。普段できないようなって言っちゃった。普段がこうなのでっていうのはちょっとラジオではおかしかったなって今思ったんですけど、あの近いものを感じると一番最初に言われたんですけど、近いものを感じる。なんかすっごい女の子してる役とかやってみたいなって思う。あ、もうネイルがとか。そう、ネイルがとか彼氏がさ。見た目はそういうこと言ってそうだけどね。そう、よく言われるんですけどね。あ、なるほどね。なんだろう逆に。着物とかを着た大和なでしこ的なこともやってほしい。やってみたい。似合いそう。そう、私あのブライダルとかのショーに出るときは和装が多いので、やっぱり着物はすごい好きですね。そうよね。やりたいけど舞台で着物か、すっごい大変ですね。きついだろうなきついよな、舞台で着物はきついよな。逆にもう舞台にドレスを着たいとか。ああ、いいですね。あ、洋物ね。洋物いいですね。あ、いいですね。レミゼラブルみたいな感じですね。いいなぁ。ミスもやりたくなってきたないつか舞台で共演できるの頑張ります。もう近いうちできると思いますよ、きっと。頑張ります。コメント拾っていきたいと思います。折玉さん、すずのセーラー服萌えーって久しぶりにコメントしてから萌えーって嬉しいっすね。嬉しいっすけどね。銀の中のトロンボさん、銀トロさん、東さんってさっきまで FM 沖縄で喋ってた。あ、そうなんです。そうらしいよね。喋ってますね。サザンブリーズってあの1週間やってる帯番組があるんですけど、自分金曜日担当してるんですけど、火曜日担当なんですよね、東さんね。そうなんですよね。知らなかったけど。そう、今告知でいろんなところ出させてもらっていて。あー、なるほどね。この後も東さんとまた別の番組で喋りに行くんですよね。大丈夫です。ちゃんとみすゞさんのことは内密に内緒にしといてね。あの、タヌキなんて言ったなんて言われたらもうね、ほんともうなんかね、いろんなね、あ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 
まあ、今後あのお芝居はね、まあ、どんどん出ていくと思うんですけど、お芝居以外で挑戦したいお仕事とかってあるんですか？私喋りのお仕事がしたくって。MC とかやってますよね。 MC を、はい、月に1回ライブハウスでさせてもらってるんですけど、やっぱりその中で少しずつどんどんなんか楽しくなっていって、うん、ラジオに挑戦したいなってすっごい言っとけそうなんですすっごい思ってた時に、ちょうどこうやってゲスト出演しないかっていうお話とかもらったりとかして、勉強しながらちょっと行こうと思って。すぐ呼ぶいつも呼ぶあのね、手をメイグさんも聞いてるし出たい、あのラジオも出たいんだって。ちょっとずつ勉強しますいいよね、うん、楽しそう。強いよね。もうね、喋れてお芝居できて可愛くて料理できてすごいね。なんですかそのなんか何拍子みたいな褒め方もうほんと褒め上手ですよ。いや、ね、もうほんとにもう上手。もうなんかそんなこと言われたらもういけないよね。言えないじゃんまあね、まあ、アリスちゃん自身についてちょっと聞いていこうかなと思ってるんですけれどもね、皆さんもコメントとかでね、アリスちゃんにね質問とか疑問とか送ってきてほしいなと思うんですけれども、はい、待ってます。あのね、拾える質問なら拾うから拾えるやつならね。まあ好きなものとかから聞いていきますか。お、なんかこれするのが好きとか、食べ物はこれが好きとか。私ね、趣味がビリヤードなんですけど、うん、ビリヤード聞いたことあるな。ビリヤードって言ってもあれなんでしょう、ガチビリヤードなんでしょう。そうなんですよ、ガチ勢なんですよビリヤードガチ勢。あの県内のね、いろいろある店舗、ね、ビリヤード場あるんですけど、そこの大会に出たりだとか。うわ、大会出てるガチ勢ですよ。そうなんです、ガチ勢でちょっとだけどね、最近このお芝居やってて、なかなか練習もできてなかったりで、あれは練習しないと腕は落ちる、そうなんですよ。やっぱりなんかセンスと技術の世界なので、ちょっと落ちますね、やっぱり。すげえ、なんだろう、ビリヤードってそこまでね、なんかなんだろう、そんな、なんだろう、部活とかであるわけじゃないから。そうですね、中学高校とかであんまり触れ合う機会が少ないですけど、なんでビリヤード。あの高校の時に遊びに行って、で、なんか、まあ、この時に男女ね、みんなでクラス会みたいな感じで、やんちゃかいやクラス会みたいな感じで行ったんですけど、すごい、こんなこともできるんだって。めっちゃ結構上手い人がいたってこと。そうな、上手い人がいて、なんだこのすごい、えってなって、ビリヤードってまっすぐつくだけじゃないんだ、ビリヤード、すげーみたいな。その時にすっごい感動して、もうこいつに勝ちたいって思って。なるほど始めたのがきっかけ。そうなんです、それでこの弟子入りしに行きました。あのビリヤード場のスタッフのあれなんだねアリスちゃんは好きなものになったら結構とことん行っちゃうタイプなんだね。私もうこうなんです、すっごい目の前のことにダーって行っちゃうタイプで、行動力がすごい。でもそしたらもう他のことがね、ポロ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 っとなっちゃうんですけどそこを大人になるにつれて拾っていきましょう。頑張ります、少しずつ拾い集めます森友さん、昔プールバー流行ったけどね。ああ、ダーツとか、ビリヤードとかあるプールバーってことか。いいよね。なんかね、あんまり行ったことはないんだけど、ビリヤードとかってはお父さんとやるイメージ。ミスドの中でね、ミスドの中、ミスドはね、はいはいはい、あ、そういうの好きなんですよ、お父さんが。お父ちゃんがちょうどミスドの、お父ちゃんは昔やんちゃだったので。あ、そうなんですね。ああ、言わなければよかったなんか好きな食べ物とかあるんですか。食べ物がね、私、梅干し酸っぱいものがすっごい大好きで。なんで可愛い子は梅干し好きなのかな。それは分かんないですそういうなんかあるんですか、決まり。マリンとか、ほら OBP のマリンとかめっちゃ梅干し好きじゃん。そう、マリンちゃんがその話ですっごい意気投合して、今度レモンラーメン行こうよってレモンラーメンすっごい気になってて今。レモンラーメン、レモンラーメン行こうよってレモンラーメン、はい、もうラーメンあるじゃないですか、うん、でそこにレモンがポン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 って乗ってるんです、もうすっごい美味しそうと思ってツイッターで見つけて、はあ、マリンちゃんが教えるから、どんな味、どうなんでしょうね、塩味にレモンが乗ってる、ね、レモンの果汁の味、はむせそうあ、酸っぱいものあんまり得意じゃないんですか。うーん、嫌いじゃないですよ。おうおう、うん、唐揚げとかにレモンかけるし。あ、そりゃかけますよね。かけるし。レモンラーメンのレモンは食べるのかねっていう、テント頑張るおっぱいさんから。食べますよ、食べる。私レモン好きで、もうこの皮ごと食べちゃうんですよ、このスライスしたやつ。
ほーこなんか夏とかはね冷凍してスライスしていい食べてっていうようなのとかもします。もう本当に生粋の酸っぱいもの好き。酸っぱいものはどこまで大丈夫なの？あもうどこまでも大丈夫です。お酢とかも、うん、あのね飲める人飲める、もう飲めるぐらいですね本当に。あの担々麺とかにお酢入れたりとかするの好きです、うん、すごくめっちゃよだれ出てきた酸っぱい話したら銀太郎さんがアリシちゃんに質問ですね。はい、アリシちゃん短期間にお芝居こんだけ短期間にお芝居やってますがどうやって台本を覚えて役を使い分けてるんですか？わあいい質問。すっごいなんか真面目ないい質問が来ました ね, ね。私なんか台本、うんうん、読み合わせの時とかに、うん、だいたいなんか大まかには入ってしまうタイプで大まかにですけど、でそれで、うん、あとはもう相手のセリフがあったりとかするところと自分のセリフのところでその辺は覚えてっていう感じで。要領いい子だ。いやいやいや、だからなんかこの舞台練習重ねていくごと結構ね重ねていくごとにもう勝手に他の人のセリフとかも入ってて、なんか遊んでますこのなんかセリフ使って弾いたりとかしてねなるほどね。あじゃあもう本当に役者になるべきっていうかすごいですね。そんなだってほら普通はさ家に持って帰ってさ夜な夜なさ線引いてさ覚えるもんじゃないですか。そう線引いて覚えますよもちろん、うんうん、線引いて覚えますけどすぐ結構入りましたね来てます。テッド頑張ろうかいさん、鈴兄さん爪の赤を分けてもらった方がいいよ。何ですかそれそれな記憶力な。あのでも気をつけて二十歳過ぎたら記憶力って衰えるから。あなるほどですほんで全然覚えきれないのもう本当気をつけよう。みすずさんってすっごいなんかもうね喋ってる感じすっごい頭がよくって、うん、っていう感じなので私の中ですっごい意外なんですけど。あそう思っといてそう思っといてメールいきましょう。はいさいすず、はいさい、とうとう主演決まったねとその前に紅になんとかかんとか2文字しかあったってやりきらないとだね。そしてゲストの大谷アリスちゃん、はじめましてこんばんは。こんばんは。ルックスも名前もめっちゃ可愛いですね、一度でいいから結婚してくれませんかおいこら結婚は一度しかできませんよ。お盆で鹿児島帰省中のみーちゅーですよということで、みーちゅーさんいつもありがとうございます。帰省してんだね。今日のテーマはプロレスプロレスの大技スープレックスですか？違います子供の頃体育館のふかふかマットでプロレスごっこをやってドラゴンスープレックスをかけて死にかけたことは一度や二度ではありませんが、コンプレックスの10や20は軽くありますよ。そんなにある？もうコンプレックスありすぎてどれがコンプレックスなのか分かりませんけどね。そんなコンプレックスの中の一つがカラオケ。以前はグリーンやゴスペラーズなどハイトーンボイスで歌って中野町のお姉さんたちをメロメロにしてたんですよ。ですが何年か前インフルエンザにかかった時に喉を壊してしまい、ガラスの声帯となってしまったミーチューの喉はちょっと歌うとすぐにガラガラになり、美しいメロディーを奏でられなくなってしまいました。だから音を外すし楽しくないし恥ずかしがるからカラオケには全く行かなくなりましたよ。あらあら、あー切ないね。ということで音楽劇クリープではヒロインも演じるアリスちゃん、舞台で音を外してしまったことありますか？その時はどんな足でごまかしたの？ある？私音を外す、セリフとか外すことはないんですけど、うん、今回ね音楽劇ね、うん、歌があるんですよ私。そうよね。あれちょっと苦手なのかな。あのね苦手ではないんですけど、うん、私普段歌う曲がバラードばっかりで、だけどナンバーワンパフォーマーということで、うん、すっごいバン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 みたいな過激の曲をやるんですけど、なるほど、すっごい自分の中になかった曲を。そうなんですよね。すっごいハードル高くて。なるほど。楽しいところでもあり、ドキ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 難しいところでもあるみたいな。はい、そうですね。外したらな。今回のね、うん、舞台でソロはないです。ない。ソロはないんですけど、うん、グループ3人グループで。やるのでごまかしきれるかな3人だったらどうだろうなでもねきっと外さない頑張ります。続き、あすず音楽といえばバンド活動まだやってんの？鉄アンドトモのなんでだろう振り付けカンコピできるようになったね大ひとし歌ってごらん。してないですよ。鉄アンドトモはカンコピしてコピしてないですよ、まあ、バンドはね最近ちょっとね忙しくてできてないですけど、メールまだまだ来てます。ラジオネーム沖縄大好きさん、いつもありがとうございます。ミンスゲストの親アリスさん、エンソさん、こんばんは。こんばんは。沖縄大好きです。いつもありがとうございます。テーマ、セブンプレックス。そうそう、あの映画館、今日は何を見ようかなではなく、テーマ、コンプレックス。なんでこんなにテーマでボケてくる人がいっぱいいるのかね、この番組。面白い。コンプレックスに入るか分かりませんが、僕の場合は紙です。
親の遺伝もあり髪がボサボサになりやすくなり気がついたら髪の毛がすごいことに直して入るのですがなかなかミースたちは髪で困ったことありますかでは最後まで放送ちばりよあミースミース何何アリスさんアリスさんはいはいはいエストさんエストさんはいハイタッチっていうありがとうございますね髪で困ったこと綺麗なストレートだもんね私ですかもうこれやばいですよやばいどうした最近あの言っていいんですかねこれどう抜け毛がすごくてあれそれストレスかなあの髪の毛がどん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 今なくなってて、うん、震えてますいやでも抜け毛はね長くなるとなんだろう生え変わりの時期なのかなでもミスズもそうだなやだもうでお風呂とか入ったらねやばいもんねうん、あやばい排水口がってなるもんね本当髪の毛短くしたいなって思いながらもでも、まあ、髪の毛どこまで短くしたの私あんまり短くしたことはしたことがなくて幼稚園の頃にショートカットぐらいでそっからもうずっと肩つくぐらいとかあとはもうこの長さが大体、うんうんまあ、普段のイメージは大体こんな感じなのでちょっとショートカットアリスちゃんも今後期待しつつ続きましてあいやリアルおばさんからメールが来てます私のねおラジオのあつしの嫁さんあつしっていうのがみすずのお父さんのお兄ちゃんですねおすごいほんと日曜日の夜中テレビ見たよコミュニティ FM のパーソナリティ頑張ってるせいですごい舞台も応援してるよこれからも頑張ってねということでリアルおばさんねあつしの嫁からいただきましたあ素敵ありがとうございますそうね 098TV にねこの間出させていただきまして見ました見ましたあのツイッターでね、なんかもうねなんせヒープーさんとローナさんと出るもんでねガッチガッチだったの初回劇ですよもうね、本当何話したか、ね、そう覚えてないなって感じなんですけれど私もヒープーさん見て、うん、あのこの間高知高子さんのソロ公演見に行った時に、はい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 、演出だったので、うん、ヒープーさんいたんですけど、うん、あの目も合わせることもできず挨拶もできず下向いて帰っちゃいました、うん、私はーオーラがねすごいですね本当わかるもうヒープーさんのオーラはすごいそんなこんなでちょっとね時間になっちゃったのでこの辺で曲いきましょうかまあ曲 CM の後は一息の裏側親アリスちゃんの恋愛感を覗き見しちゃいましょうちゅうことでリクエストのこの曲コンプレックスで Be My Baby
すずカフェ、ゲストに大谷アリスちゃんをお迎えしてお届けしております。引き続きよろしくお願いしますね。もう真っ暗になっちゃったんでね、もうね最近ね日が落ちるのは遅いですけれども、気をつけてね、いろいろ夜道さあ番組も中半なのでこのコーナー行ってみましょう。すずカフェ一息の裏側、心理テスト的なものを通してその人の裏側まで暴いていっちゃおうというそんなコーナーになっております。今日もみんなで楽しんでいきましょう。さあ行きますよ、行きますよ、行きますよ。公園のベンチでメールを読んでいる人がいます。さて誰からのメールだと思いますか。次の4つの中から選んでください。 A 家族や親類、B 恋人、 C 友達、 D 仕事関係。さあもう一度いきます。公園のベンチでメールを読んでいる人がいます。さて誰からのメールだと思いますか。 A 家族や親類、 B 恋人、 C 友達、 D 仕事関係。さあさあ C 友達が多いですかね。ギャラリーさんはね C かな、 C かな、どっちかな、どっちかな。アイシちゃんはどうですか。私は仕事関係ですね。 D D ですね。 D 来ましたか。テント頑張ろうかいさん。いいの迷惑メールでないですよ。そんなのうまくいったけれどもそんなことなかったです。まあいきますよ、もう早速答え。このテストではあなたの恋のパターンがわかります。もうアリスちゃんの恋愛感は丸裸です。A 家族や親類を選んだあなた、安定を求めるスロースターター。あなたは恋に関しては積極性に欠ける方かもしれません。お互いの将来的にプラスが見えないとなかなか安定できず恋も発展させられません。本来洞察力はある方ですがそれが邪魔して恋に夢中になることはないでしょう。相手を好きになるまでは時間を要するタイプのようです。なるほどね。 D 恋人を選んだあなた、いた？いたかな？いたかな？あなたは恋に関してはとても情熱的で大胆なタイプと言えそうです。そうかな、そうなのかな、あららちょっと恥ずかしいね。自分の直感を信じているので一目惚れのパターンが多いかもしれません。一旦恋が始まれば中途半端な交際を嫌います。付き合いを深く重ねていきながら相手との信頼関係を強固に築こうと努力するでしょうね、ちょっと恥ずかしいよね。続きまして C が多かったんじゃないかな。友達を選んだあなた、友達付き合いからいつの間にか恋へ。あなたの恋は友達として始まることが多そうです。友達付き合いから次第に恋愛感情が芽生えていくパターンが多いでしょう。気取らずに冗談を言い合えるリラックスした雰囲気を好み、自分を素直に出せるタイプに惹かれます。自然体で駆け引きをしないタイプです。ね、なんかねいいこと言ってるけどね。続きましてですよ、続きまして問題のところですよ。やっぱ問題なんだな。D の仕事環境を選んだあなた、愛情の確認を繰り返す寂しがり屋。そうなのかな、可愛いな。あなたは寂しがり屋な面があるので好きな人ができると相手に執着しそうです。相手を束縛したりむやみにプライバシーに立ち入ったりする傾向もあるでしょう。メンタルな部分を非常に大切にするタイプかもしれませんが、依存を断ち切って精神的に自立することができればもっと楽になるはずです。これだから D だけひどくない？なんかひどい。いいこと何もないよ。書いてないよね。え、じゃあまあ水とも D だったんですけど、え、当たってました？いやー、なんだろうね。じゃあでも寂しがり屋ではあるかもしれないです。確かにあるかもしれないですけど、なんか初めて心理テストで違うって思いました。ちょっとおこだからやめておこうかな。いいこと何か一つは欲しかったな。いや、でもほら、ほら、何どっか探してるけどないな。ないか。むやみにプライ、なんだろう、どこだろうな。ほら、精神的な部分を非常に大切にできるタイプだと、心をね。すごい、やっぱりみすずさんおしゃべり上手だ。すごい、いいことに。今必死で探したいわ。めちゃくちゃ必死で探した。まあ自分たちのことなのでね。私もそうだったのでね。さあ今日も盛り上がりました。すずカフェ一滴の裏側でございました。この辺でインフォメーション行ってみましょう。さあクリープとサテライトさんの告知をもう一度お願いします。はい、8月20日日曜日、はい、21日月曜日、はい、両日とも15時と19時ですね、うん、計4回公演です、うん、ライブハウスモツにて、はい、クリープという音楽劇がございます、はい、チケットの方一般2000円、うん、高校生以下1000円、うん、中学生以下無料となっております、うん、ワンドリンク別オーダーです、うん、はい、青春、うん、群像劇、ぜひぜひ、はい、見に来てください。はい、はい、2つ目いきます、はい、9月の2日土曜日、3日日曜日、はい、2日19時公演、うん、
3日日曜日13時17時公演ですね、はい、サテライト沖縄プロデュース公演ミュージカル腰抜け男どもギリと人情は女が見せてやる。長い、はい、長いです。タイトルがとても長いです。前売りが3000円、当日3500円となっております、うん、沖縄市民劇場、はい、アシビナーにて、はい、アシビナー、はい、ございます、はい、ぜひそちらの方もレディースをしますので、はい、特攻服を着て、はい、はい、ぜひ見に来てください。はい、よろしくお願いします。さて、カラーズからもう一丁インフォメーションになります。8月の19、20日、2日間リューベン舞台プロジェクトボリューム1紅に汚れるという舞台への出演いたします。もうね、ほぼほぼチケットは完売しております。立ち見ではご案内できるかもしれませんので、ぜひちょっとどうって聞いてくださいここどうって聞いてくださいよろしくです。そしておととい情報が解禁になりました。10月1日はカラーズ演劇プロジェクト第2弾、いいお話おばあちゃんのミスサイゴンが那覇にあります、我が町の小劇場にて行われます。今回の主役がなんと私、前城美鈴が務めさせていただきます。客演も私とく、あの大好きなカナデネちゃんとかさ、あの、ね、パラサラの慎吾さんとかさ出るんだよね。噂のこのプロジェクトは5部構成となっております。今回も席に限りがありますので、ぜひぜひお早めの予約お願いいたします。予約方法はカラーズのフェイスブックページをご覧ください。ホームページやツイッター、フェイスブックのチェックよろしくお願いいたします。すべての問い合わせは0989233358、0989233358、カラーズまでお願いします。エンディング、さあエンディングでございます。もうエンディングですよ、早いな。駆け込みでメール読んでいきたいと思います。ミスさん、ゲストの大谷アリスさん、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム武蔵です。ということで武蔵さん、ありがとうございます。アリスさん、はじめまして。ラジオネーム武蔵と申します。よろしくお願いします。はじめまして。本日のテーマ、コンプレックス。僕の場合は腕が細いこと、おでこが広いことですね。僕の知人も年齢の割には白髪が多いことをコンプレックスに持っている人や、毛深いことをコンプレックスに持っている人たちなど、いろいろあります。ミスさん、アリスさん、毛深い人や腕が細い男性を引いたりしますか？全然ね、そんなことないです。そんなことないよね。テレビなどでも芸人さんが毛深い人を見ると女性のお客さんの悲鳴が上がったりするのでなるほどね。なるほどなるほどね。ミスさん、ゲストのアリスさん、本日のテーマ、コンプレックスに関わるエピソードなどがあれば教えてください。そう、コンプレックスを、アリスちゃんのコンプレックスを聞こうと思ったら聞いてないっていう一言で言うと、一言で言うと丸顔です。え、あの写真ね、またやっぱりモデルをしてるとバランスがすごく悪いんですよ。あの普通にしてるとは分かんないと思うんですけど、ニコって笑った時にぷくってしちゃうんですよ。いや、そこはすごく可愛らしいことじゃないですか。なんかね、印象はなんか、なんだろう、小動物みたいなお顔だなっていう。そうなんですよね。名前にも入ってますけど、リスみたいなってよく言われますね。なるほどね。そこ分かってたのかな、お父さんな。あー、いいですね。もう時間なので、何か言い残したことありますか？言い残したこと、みすずさん飲みに行きましょう。20歳になってるしね。そうなんです。19の時言われてたらね、危ねえってなってたけどね。そうなんです、20歳になったので飲みに行きましょう。じゃあ行きましょう。コメントちょっと入れていきます。大事なテーマトークを一言で言うというテクニック、本当ね、本当一言で聞いちゃったよね。もうミス最後も頑張りますんで、また近くなったら告知していきたいと思います。さてさて、鈴カフェ、そろそろ閉店のお時間でございます。今週も最後までありがとうございました。ゲストに大谷アリスさん、ありがとうございました。また遊びに来てね。さあ、ここの番組はモデルタレント事務所カラーズの提供でお送りいたしました。鈴カフェ、お相手は前城美鈴でした。またのご来店を心よりお待ちしております。それではエンディングナンバーです。ピラノパールさんのバッキャマランドで Now and Forever。 それでは、ずっとそばにいて見守ってくれてね、ありがとう。忘れてた思い出が弾け出す、この道何歩通っただろう、落ち込んでため息、不安な気持ち、気づいてくれた優しさ、わがまま君